ごきげんよう。高齢者モチベーションアップ、講演家の宮崎文隆です。今日は2024年8月の4日日曜日。まあ外は雨が降ってうわーっと来て、ちょっと小闇になったところであります。まあ畑の野菜とか、まあ木々も、庭の木々もですね、一段落したんじゃないですかね。いやこれ以上続くと本当枯れちゃいますよね。そんな形で、今日は綾小路金村さんの本からお送りしたいと思います。爆笑フォーエバーの中の今日はですね、第2章の中高年代表スペシャル対談、君まろ対林真理子さんの対談の中の前回第1回をお送りしましたが、今回は第2回であります。ここでちょっと猫ちゃんが外に出ると言ってますので、ちょっと出していきますね。我が家の猫ちゃんが出てきました。タイトルはもっとお金を貯めておけばよかったというね、林真理子さんのことですね。林さん、お寿司を食べないようにしていたものですから、私たちも一応人気商売なので、君まろさん、そうですよね、林さん笑ってる、かっこ笑い、人気商売なんですよ。新刊が出ればサイン会をしたり、でも皆さん私のことを上から下まで見て、やったーって顔をなさる。君まろさん、普通は本が売れても作家の名前と顔にはつながらないんですよ。林さんの場合は本と名前とお顔が連携してインプットされてるんです。林さん、普通に地下鉄乗ったり歩いてますけど声なんてかけられませんよ。金丸さん、東京の人ってそうなんです。田舎行くとうわーっと近寄ってきますよね。私もそういう傾向があります。林さん、髪の毛なんか隠すんですか、帽子かなんかで。金丸さん、普段はカツラを取って帽子をかぶってますから、ずっとカツラだと締め付けられて結構きついんですよ。でも飛行機に乗るときはランダムにチェックされるじゃないですか。ちょっとすいません、帽子取ってくれますかと言われるのが怖いから、もう最初からカツラをつけていきます。だから羽田とか成田に行ったらみんなからじろじろ見られるんだけど、今は本が売れない時代に入っていますけど、すごい黄金時代を過ごしていらっしゃるよね。林さん、黄金時代ですよ。本当もっとお金貯めておけばよかったと思っています。金丸さん、ということは入ってきたんだけど使ったということですね。林さん、使っちゃった。いろいろな有効費に私バカでした、てんてんてん。金丸さん、はあ、使い方はあまり考えない方なんですね。林、もう大雑把だと思う。税理士さんに普通のサラリーマンでも林さんの3倍持ってるよと言われた。現金がないんですよ。税金払ってあと月々の支払いをすると大変です。金丸さん、税金を払うのはそれだけ入ってきてるってことじゃないですか。林さん、この前ね、銀行が移転するから貸金庫を動かしてくださいって言ってきたの。何か忘れていたお金があるんじゃないかと思って期待したけど、直木賞の懐中時計くらいでね、店長がまあまあお茶でもと言って、その後林さん、最近印税を分散されてますねって言われたんですよ。印税の口座分散してないよ、かっこ笑い。もうショックだった。でも目合って、ああ多少とか言っちゃって金丸さん、私もよく事務所と話をするんです。お金がうまく回っている時はいいけど、例えば病気するとか人気がなくなるとかで仕事がなくなったらバタッと止まるわけでしょ。慌てないようにしといてくださいねって。給料払わなくちゃいけないから。林さん、何人いらっしゃるんですか。金丸さん、金丸事務所だ、事務所って。金丸さん、何人でしょうね、10人ぐらいいるんですかね。林さん、12分の給料というと大変じゃないですか。金丸さん、そうですね、結構払いますけど、月に10本ぐらい営業をやっていますので、でもなくなるときはゼロになるわけです。
本みたいにじわじわ売れるものじゃなくて、その日のチケットが売れたか売れないかの勝負ですから、はっきりした世界ですよ。林さん、でもどこの公演も満席だって聞いてますけど。金村さん、今のところ2000席の会場なら2000入りますね、入りますので頑張っているところです。いつまで続かですよ。人気商売だからチケットが売れなくなったら徐々にフェードアウトしようかなと思っているわけ。15年も一生懸命やってきたんで、もういいかなっていう気持ちはどっかにありますね。売れなくなったら次のことを考えればいいと思っていますけど、その点は作家の方が楽かもしれませんね。作品が常に売れているんじゃないですか。また次を書ける可能性もあるし。林さん、注文が来ればですけれども、でも私この頃もう記憶力がなくて本当に恥ずかしいですけど、特に人の名前が全然出てこないんです。ほら、2回離婚して1人目の奥さんは女優さんで、なんとかのドラマに出た人だよって連想ゲームか。そこまで言えるんだったらどうしてこういう名刺が出てこないんだ。はっはっは。君まろ、そういう年齢なのかもしれませんね。林さん、しかも担当編集者もみんな、林さん昔からそうだったから気にしなくていいよって言われて、はっはっは。ひどくないですかそれって。次の項目、女心ってそんなもんじゃないんですよ。金丸さん、でも63だったらもう2花ぐらい咲かせられますね。文章は年を取らないじゃないですか。林さん、そうは言ってもやっぱり20代向けのコラムなんかは難しいですね。金丸さん、私のお客さんは30代から50代、最近は40代ぐらいの人が結構多いんです。私がブレイクした時に20歳だった人が35になって、30だった人は45になって見に来てくれるんです。私はそんなに昔と違う話をしているわけじゃないから、その年齢になって面白さは分かってくれるみたい。林さん、林のネタってそこらにあるものですか。金丸さん、ないですけども自分の感覚でね、林さんの新刊の我らがパラダイス毎日新聞社出版は介護老人ホームの話じゃないですか。こういう本を読むと参考になりますよ。林さん、ありがとうございます。私の友達もいろいろな中高年がいるんですけど、明けすけな人が多いんです。おしっこは1時間おきに必ず行くようにしてる。行きたいなと思うときはもう漏れ始めてるから、という男性と一緒にパーティーに行ったとき、私の携帯に電話がかかってきて、何か考えながらおしっこしてたらズボンを漏らしちゃった、何か考えながらおしっこしたらズボン濡らしちゃったとか言って言われちゃってさ、しょうがないから私調理場へ行ってエプロンを貸してくださいと頼んで、何かふざけてエプロンつける手みたいなふりして帰ってきたの。はっはっは。君まろ、わっはっはっは。それは多少みんなあるんじゃないんですか。発表しないだけでね、ますます、発表しないだけでね、でもますます楽しみじゃないですか。そうやって飾らなくていい世代になっていくから、失礼だけどもっとリアルに書けるということもあるんじゃないですか。林さん、ところは女心ってそんなもんじゃないんですよ。女優の斉藤由貴さんってとてもお綺麗な50歳ですけど、ちょうどちょっと前までお太りになっていたのが2ヶ月で十数キロ痩せたんですって。そうしたら太ってた時には気のいいおばあさんの役ばかりだったのに、痩せた途端に全く役柄が違う男の人をそそのかすとか、娘の恋人を取るとか、そういう妖艶な役がいっぱい舞い込んでくるようになったっておっしゃっていました。金丸さん、女優さんは体型とか容姿で役柄は限定されますからね。林さん、女優さんじゃなくても女はいくつになってもそういうイメージでいたいんですもん。金村さんの公演でキャッキャ笑ってるおばさんたちだって、コロナ禍はいついろいろあると思うんです。やったー、おもらいしてるって私のことしかことかしら、なんて笑い転げるのは楽しいし誤解されるんですよ。でも別の一面はそういった集団の中に混じることによって身を隠すみたいな、私おばさんだしって言いながら、でもちょっとそこらのおばさんとは違うわ、このままじゃ終わらないわよって思ってるの
女の人だと思います。一筋縄じゃいかない。君もさん、年取っても深いんですね、女の人って。いうのが今日の金丸さんと林真理子さんの対談であります。いやー、まだまだこれ林さん対談続くんですが、なかなかリアルなところもありますね。いや、そんなリアルな話を聞いて、まあ、我が身を振り返りながら、あ、そういうこともあるのか、同じとこもあるなと思いながらモチベーションアップさせていこうではありませんか。ごきげんよう。